新日光は大阪府仙南郡三崎町にある地方港湾。高速法の適用港である。2020年10月1日から大阪港湾局の所管となった。統計法に基づく港湾調査規則では、おし港湾に分類されている。大阪府南端の大阪湾に面した港湾である。川崎重工業専修工場の船だめを改修して百四十八年に、 完成、淡路航路と四国航路が開設され、南海棚川線に新日光駅が開業、南波へ直通する連絡急行が運転され、大阪と淡路島、徳島を結ぶ最短ルートを形成した。1970年代以降は、大阪港や神戸港を発着する航路の充実もあり、東港を利用する旅客は次第に減少、連絡急行は1993年に廃止となった。 その後、1994年の関西国際空港の開港、1998年の明石海峡大橋の開通による航路再編で相次いで航路廃止、友ヶ島への航路も発着港が片港へ変更となり、その結果、東港を発着する定期旅客航路は全てなくなった。三崎町は新日光の活性化、航路復活に取り組んでおり、 超東部の丹野和光と一体で2013年8月に港アシス三崎を仮登録、三崎町の調整施行60周年を契機に港アシス本登録が申請され、2015年10月18日に三崎町調整施行60周年記念式典において登録証が交付され本登録となった。近畿地方では6番目、大阪府では初となる港アシスである。 また、丹野和港のヨットハーバーは、丹野和ヨットハーバー会の駅として、海の駅に登録している。2016年4月には、基本施設となる、新日光観光案内所、サンポルタが、開業、休憩所、多目的トイレ、授乳室、キッズコーナー、駐車場などを備え、観光案内、観光ガイド、レンタサイクル、無料 Wi-Fi の提供などが行われている。 2015年度の発着数は15席、利用客数は3246人である。かつては、大阪アンフェリー及び新機関運が、淡路島の相モ港への航路、徳島フェリーが、徳島航路を運航していた。徳島航路は大鳴門橋の供用開始後に廃止、淡路航路も関西国際空港の開港に合わせて、泉佐野港発着に変更された後、廃止された。 友ヶ島への航路も休止されたため、東港を発着する定期旅客航路はすべてなくなった。新日港の浮き桟橋に着岸するインフィニティ三崎町は、道町と兵庫県相本市を中心とした、広域交流と観光振興の促進、地域の活性化、大規模災害発生時の物流、人流の離断団資確保を図るために新日、相本航路の復活に取り組んでおり、国、 周辺自治体、運行事業者と連携しながら、需要調査、試験運行広報活動などを行っている。これまで、新日光活性化イベント実行委員会の設立、新日光フェスティバルの開催、前述した、港アシス、三崎の登録、需要予測調査の実施などを行い、2016年3月27日には、4往復の試験運行が行われた。その後、 同年4月には、新日光スモト高校路に関する連携協議会が結成された。2017年度に、国土交通省の船旅活性化モデル地区に指定され、同年度以降、新日スモトライナーとして、試験運行が複数回行われている。2018年度以降は自転車による淡路島を一周、などへのアクセスルートとしても焦点が置かれることとなった。 新筆元ライナー概要各年度の概況、ありがとうございます。